はいえー、とそうしましたら、ですね、えー、早速なんですが、えー、アストラックスが、えー、今やっている宇宙関連教育事業についての全体概要を説明させていただきたいと思います。あのアストラックスはまこれまで、えー、設立してですね15年、えー、やってきました、今16年目に入っています。 その中で、えー、いろんな事業をやってる、えー、んですけども先ほどタイコさんの方からもありました通り73事業、えー、並行して進めておりますが。 その中で、えー、かなりこう中心的な、えー、授業になっているのがこの教育授業ということになります。でその教育の範疇がですねかなり幅が広くて、えー、子ども向けだったり大人向けだったり企業向けだったりあるいは、えー、単なるそういう学習 <coughs> 的な講座的なものだけではなくてですね講演会も含みますしそれから えメディア出演あるいはツアーだとかですねさまざまなやり方で、えー、皆さんに民間の宇宙事業あるいはアストラックスがやっている宇宙事業についてお伝えをしておりますで、えー、今日はですねそのこれまでどういった、えー、講座というか教育事業をやってきたかそれから今後どういう、えー、講座をやっていこうと思っているのか教育をやっていこうと思っているのかというところを、えー、説明していきたいなと思いますでいつもの通りですね最初から最後まであのー 資料の方を使って説明をしていきますので、えっ、ー、と画面共有させていただきます。そちらの画面を見て、えー、ついてきていただければなと思います。えー、それではですね、えっ、ー、と始めさせていただきたいと思います。えー、まずですね、あのアストラックスがやっている宇宙、えー、教育というのは、あの世の中に通常存在するような宇宙教室みたいな、あるいはサイエンス教室みたいな。 えー、ものとは全く違います、えー、それはなぜかっていうとですね、あのーまあ、今日本がやっている宇宙教育とか、まあ、科学的な教育っていうのが、あのー、世界的に見ると結構遅れているというか何、あのー、て言うんでしょうねあの世界で活躍できるような人材を育てているとは思えないんですね。 なぜかっていうのをちょっと先に、えー、説明をしたいと思います。まずですねあの日本っていうのはちょっと特殊というか、まあ、これまで世界の宇宙業界っていうのはみんなそうだったんですけども、あのー、国家事業で宇宙開発っていうのが行われてきたんですね。まあ、最近はあの世界では民間企業にどん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 シフトしてってるんですけども、えー、日本っていうのはいまだに、えー、国家事業で、えー、宇宙の、えー 開発ああるいは研究があの基本となっった産業にななていますなのでそういったところで活躍する人材っていうのを育てるうようなあの教育システムになっているんですね。なのであの、まあ、一般的にもあの皆さん思うと思うんですけど宇宙といえば理系に進まなきゃいけないとかね、えーまあ、そういう思いが強すぎて。えー 子どもたちが例えば宇宙のことを知りたいってなったらじゃあ理研に行きなさいで、えー、大学もそういう <laughs> 理学部だとか工学部だとか、えー、まあそういったところに、えー、行って、えー、その先にはそういう宇宙の研究とか開発をする人たちばっかりがどんどん増えてきてしまっているというのが今の実情だと思います。でえーとーまあ だからこう研究と開発ばっかりでその作られたものをうまく使って経営をしていくとか、えー、ビジネスをやっていくとかあるいは、えー、もっと多分野に広げていくみたいなことができる人材っていうのは育ってないんですね。えーまあ、そもそももも高校の段階であるいいはもっと小さい時から宇宙に興味持つ 時点でで大人たちが、でもその子は理系ねっていう話になっていっちゃいます、すぐ数学ができない、算数ができなきゃいけないよとか、えー、理科を勉強しなさいとかっていう話になっていってしまうというのがまあ日本の実情だと思います。でそれから、えーと、日本の宇宙開発の、まあ、宇宙産業です、ね、を、えーまあ、統括しているというか、えーとえー、主導しているのが、まあ、日本の、えー、と国家的なまあ機関ですね。今あの これまで独立行政法人だったんですけど、えーとまあ、数年前に、えー、国立、えー、独立、なんだっけ、独立機関、うん、行政機関か、えー、というような、あ国立 <laughs> 研究、なんだっけ、えーとう、機関かな、えー、という形に、まあ、立場がなったんですが、えーまあ、いわゆる JAXA というところが、えー、内閣府の今、下に入って、 いいいろろ牛耳っっててる状態になっていますで、えーまあ、最近ちょっとですねそれじゃあまずいなと研究開発ばっかりやってちゃうまずいなっていうことで変わりつつあるんですが、まあ、いまだにそれでもやっぱりものづくり教育ばっかりが先行してですね人工衛星作ったりロケット作ったり、まあ、そういったことばっかり、えー、やってます。で、えー、そういう作り手ばっかりが育ってしまって、えー、サービスプロバイダー 育ってないんですね。あるいはマーケットも作れてないんですね、ひたすら人工衛星、小型の衛星とかを作りましょうとかっていう人たちがどん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 増えていってると、なのでみんなあのライバルになってしまって、売るのが大変っていう、まあ、悪循環になっていってる、それからあのそもそも宇宙事業っていうのがお金がかかる、えー、あるいはまだビジネスにならない、だから国がやるべきみたいな、えー、流れになってる。 えー、そして宇宙旅行だとかそういった宇宙ビジネスをやるにはものすごい多額のお金が必要で、えー、一般人には手が出せないみたいな、まあ、そういう、えー、世界に、えー、なってしまっているのが、まあ、日本の実情だと思います。でかつ、まあ、日本の宇宙教育はって書いてありますけど日本の、まあ、全体的な教育が、まあ、そうなんじゃないかなと思うんですが。 どうしても教科書に書いてあること、あるいは先生が教えてくれることっていうのを、まあ、えー、覚えていく、学んでいくっていうやり方なので、どうしても過去の経験や過去の情報に基づいて、えー、覚える、学ぶ、まあ、そういうことしかできないんですね。これは、あの、えっと、文部科学省の教育指導要領って、学習指導要領かな。 えー、にみんな従って一律の教育をするっていうのがまあ日本の仕組みなので、その、えー、学習指導要領自体がもう数年前の情報によって作られているので、えー、子どもたちは古い教育しか受けられないというのがですでさらに、えーとー、それをですね、あのー、変えようと思っても、えー、もう日本全体がそういう仕組みになっているので、えー、なかなか難しい。で えー、宇宙教育の部分に関しても、えー、その教育を学んだ後の、えー、産業がどうしても公共事業的な利権産業に入っていくしかないので、それ以外のまだ産業がないので、えーまあ、そういうない産業に対して人材を教育するということ自体が、何、えー、でしょうねあの、意味がないと考えられちゃうんですね。 本来はそうじゃなくて、全然違う教育をすることによって、新しい分野が立ち上がっていくような気がするんですけど、えー、日本はそうなっていないんですね。で、えー、先ほど言ったようにその、日本っていうのはその、国が、えっと、主導した、えー、利権産業、まあ、それはこうこう今、このアストラックスの,このマークみたいな感じですけどあの、国がトップにいて、その下に大手企業がいて、その下に下請けがあって、孫請けがあって、えー、みたいな感じのお客さんが国で、上から降ってくるお金に対して、えー とまあ、仕事をするっていう、まあ、そういう構造になっているのでその構造の外に新しい産業を作らない限りはこの構造っていうのは変えられないんですね、はい、そこでアストラックスが今何しようとしているかっていうと、えーまあ、大人も子供もまあ関係ないんですけど要はこれからどういう未来がやってくるのかっていうことを、まあ、事前にアストラックスが持っている情報あるいは世界の最新情報を見せてでその時代を 一緒に作作っっててていいいける人材ううのを作ろうとしています。なので、えー、まだ世の中にないものなんですね。ないものをくつくクリエイティブに作っていかなきゃいけないので、教科書はないし、先生もいないし、自分たちで考えて情報を集めて、えー、切り開いていく、まあ、そういう人材を育てていこうと思っています。それから、えっとま、あの世界で宇宙産業のトップですね、やっぱり宇宙産業のトップ ってこれれまでで NASA ってて思思われてきたと思うんですねでみんな NASA に行けたらすごいよねとか、まあ、日本だったら JAXA みたいになるんでしょうけど、えーまあ、僕らからするとアストラックスからするともう NASA を目標にしてちゃダメだな、えー、つまり NASA はもう古い国家事業でやっぱり日本と同じで、えっと、国家予算で動いている組織ですので、えー、僕らはですねその NASA を超える、えー、人たちを育てていかなきゃいけない、まあ、そのために、えー、まず NASA っていうのはどういうところなのかっていうのは あの知っておく必要があると思いますただ、その上でそれを超えていく人たちをどんどん育てていきたい。で、えー、いずれ NASA はなくなってもいいと思っています。まあ、日本の JAXA もそうなんですけど、まあ、昔あの、えっ、ー、と、えー、なんだっけ。 えと民主党の時かなあの政権が民主党に変わった時に JAXA は本来は仕分け対象になって仕分けされるはずだったんですけど、まあ、震災とかがあって、えー、なんとか仕分けされないで残っちゃったんですけど本来は、えー、民間でできるようになった時点でそういう国のお役目っていうのは、えー、なくなって民営化しなきゃいけないっていう、えー、ものなんですが、えー、未だに、えー、と国が、えー、予算を使ってやってる限り民間の産業が発展しないと。と いうふうになっているので、僕らは、アストラクスはその先の民間産業を作ろうと、えー、考えているので、えー、NASA とか JAXA とかを目標にしちゃいけないということなんですね。はい、であと、えーまあ、そもそもこの、えー、と開発者とか研究者を育てる教育はもう一切やりません。もう絶対やらないというか、もうむしろ避けるぐらい <laughs> 徹底的にやらない。いやもうこれやりたい人は別なところに行ってくださいというだけの話です。でえー、その代わりに そういった研究者とか開発者がこれまでいろいろ作ってきたもの、研究してきたもの、そういった成果を利用して、えー、それをどんどんあの世の中にサービスとして提供していって、そして、えー、同時にマーケットも作らないと売れないですから、マーケットも作り、で、研究者や開発者が作ってくれたものをどんどん生かしていく、そういう人材を育てようと思っています。なので、えーまあ、もちろん研究者とか開発者が何をやってるかっていうのはあの知っといた方がいいんですけど、でも、 えとそういった方に、えー、なびいていっちゃうのは良くないと。えー、あくまで僕らがあの注力しなきゃいけないというか、僕らがいつも考えなきゃいけないのは、研究者や開発者のことじゃなくて、マーケットですね、まあ、つまりお客様ですね。お客様が、えー、何が必要で、何をが問題で、何をしようとしているかが先にあって、 それにマッチする、えーま、開発されたものとか研究されたものっていうのを僕らが、えー、提供していくというようなことができる人材を育てようと思っています。はい。えー、それからですね、えっ、ー、と、まあ、ここにもさっきも言ったのとまあ基本的に同じなんですけど、宇宙開発者をどんどん増やすわけではないんですね、えー。宇宙を開拓していく、あるいは宇宙に生活圏を広げていくためのパイオニア、えー、要は先駆者ですね。これを 育てていこうううとといいのががススラックスがやろうとしていることですこれからですね民間の宇宙時代がどん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 ひ、あのー、進んでいってですね、あのー、地球の,この生活圏が宇宙までこう広がっていくようなそういう時代になっていきますでその中で活躍できる人材っていうのを育てようと思っているのでそういったロケットとか自己、あのー、衛星とかを作る人ではないんですねそういったものを使って何ができるかっていうことを考える、えー、人たちを育てようと思っています。 まあだあのなんかもっと簡単な例で言うと,、えー、と、じゃあ、なんだろうな、車、トラック、トラックを作る人ばっかりがいるみたいな状況で、それを売るお店もないし、買って何かをするっていう人もいないみたいな状態です。えー、作り手ばっかりが、いろんな会社があって、トラックばっかりみんな作ってるみたいな。で、そうじゃなくて、そのトラックを使って、えー、運送業をやるとかね、あるいは、えー、なんか工事をするとか。 えー、あるいはそのトラックを改造してコンテナがぐわーっと開いてそこがステージになってライブステージに、ねえー、なるとか、まあ、そういうようないろんな使い方がトラックってできると思うんです、ね、そういう使い方をしてさらに一般の人たちに、えーまあ、サービスを提供していく、まあ、そういった、えー、人たちを育てていくのが僕らの仕事みたいな。はい はいそれからですねあのー、よくちょっと題材に出すんですけどうちのですねあのー、娘の自由研究っていうのが、えー、ありましてです、ね、これ昔幼稚園の時にですねうちの娘が幼稚園の時にやった自由研究がありますでえっ、ー、と幼稚園の時にやった自由研究がその数年後には、えー、東北大学の大学院の教授から えー、東北大学の最先端の教育を超えた実験をやっているからということで、えー、その論文がですね届いてぜひ今すぐ東北大学の大学院に入学してくださいっていうお手紙が届いたぐらい、えー、幼稚園でやってた自由研究がいきなりスキップしてそこまで行ってしまうこれがあの宇宙研究とかの面白いところなんですねつまり誰もやったことがないことばっかりなんですねでえっ、ー、と 日本っていうのはどうしても教育ってこう順番に、えーまあ、小学校あって中学校あって高校あって大学あってその後に、えー、また研究機関があったりとかして、えーまあ、その世代にならないとそういったレベルの教育とか受けれないし研究もできないっていうのがまあ日本のやり方ですけど海外だといきなりスキップして飛び級ができるなので、えー、幼稚園の時からできない東北大学に入学するみたいな、まあ、そういうことができちゃうんですね。 えーまあ、アストラクスというのはそういう、えー、考え方を、えーまあ、あの取り入れてですね年、えーまあ、がいくつだからここまでしか教えませんとか、まあ、そういうことはなくてできるのであればもう子どもだろうが大人だろうが関係なく、えー、一緒に勉強していくというようなやり方をしようと思っています、はい、で、えっと、もう一つはですねこの教える教育っていうのはなるべく、えっと、やらないでも済むように持っていきたいつまり えっと、必要な情報だとかは、えー、全部自分で見つけてきて自分いやそもそも何を研究したいのか何を勉強したいのかというのは自分で決めてで、えー、どうしても、えー、足りないとき、ね、その人たちが努力しても、えー、どうしてもこう行き詰まるとか、えー、あるいは誰かと協力しないとできないとかいうときにアストラックスが、えー、こうサポートしてあげる、まあ、そういう教育に持っていきたいなと思っています。なので えと与えられた教育ではなくて、えー、自ら学んでいくという、まあ、そういう形に持っていけたらなと思います。はい、で、もう一つ、これはちょっとあのだんだん飛躍していってしまうんですけれどもあの、ユニバーサル思考教育っていうのを、えー、とやろうとしています。これはあのこれれははままででのののの日日本本教育っていうのは、まあま、ずそもそもも国内で えーまあ、生きていけるような基礎知識を学んだりとかあるいはそういう仕事に必要な知識を学んだりとかっていう、えー、教育が一般的にあって、まあ、その先にはグローバル教育っていって国際的に活躍できる人たちあるいは国際協力でいろいろできるような人材を育てるっていう、まあ、グローバル教育っていうのはずっと続いてきましたでもうそれもインターネットがつながって世界中の人たちがもう自由につながれて、えー、ボーダレスになっている中で えー、次の教育っていうのはその先の教育ですねグローバルっていうのはこう横の視点でつながっていくイメージだと思うんですが、えー、その先っていうのはど,どこにあるのかって言ったら上ですね、えーまあ、空の上、えー、雲の上ずっと上ですね、えー、宇宙の方にどんどん進出していけるそういう人材を育てていきたいということで。 えーまあ、地球のことをある程度こう知り尽くしたら、あるいはまあ地球のことを正直分からなくても、えー、最初から宇宙のことを学んでいってで、地球のことを学んだ人たちと手を組みながら、えー、地球と宇宙の間をつないでいくみたいな、まあ、そういった方向性での教育というのをやりたいなと思っています。でえー、ああととですね、あのーまあ、これはちょっとあの えっと、学術的な教育とは全然違ってこう人間性というかあの根本的な性格の問題になっちゃうかもしれないですけどとにかくあの思いついたらすぐやる、ね、興味持ったらすぐやってみる挑戦してみるで、えー、まずそのステップっていうのが日本人っていうのはこう一番最初にやるっていうのが非常にこう苦手な人種だと思います。でえー、誰かが作っっててくれた道の後を追っていく まあ、あるいはそれをより良くしていくというのは日本人得意だと思うんですけど宇宙に関しては今全くまだ誰も道を切り開いてないことばっかりなんですね。でそれを、えー、と誰かが開いてくれてからやりますって言ってたらもうどんどん遅れていっちゃうもっともっと先になってしまうんですね。でその間に世界中の人たちがどん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 宇宙を切り開いていっちゃうともう日本人についていけないってなってしまうと困るので、えー、とにかく、あのー、最初にやる、えー、一番体調で切り開いていくような 人材を育ててい,きたいでまあ,あの人によっては、まあ、そこ切り開いたらあと続きはあの誰かに任せるっていう人もいると思います、あ、まある程度切り開けてレールが引かれてたらそれでいいんでしょうけどあの行き詰まることもあるし失敗することもあるそこでやめちゃうとせっかく開途中まで切り開いた道が終わってしまうので何とかしてやり続ける、えー、誰かに渡してでもやり続けるで、えー、成功するまでずっと、えー、やり続けるような 持ってき方をしないと、えー、その分野っていうのは切り開いていけないので、えーまあ、そういったあの根本的な、ね、あの意識っていうのを、えー、持ってもらえるようにしたいで。何のためにこれをやっていくのかっていうと、まあ、これはもう本当大義名分というか、えー、最終ゴールなんですけど僕らが今やろうとしていることっていうのは人類の まあ進化の方向性として今までこう地球全体がこう一つになっていく方向性だったんですけどこれからはみんなで手を取り合って協力して今度は宇宙を開拓していく、まあ、その人類全体のために貢献できるような人材を育てていきたいあとはえっとこういった教育を受けることによっていろんなことがまあ逆に言うとできるようになっちゃうと思うんですけどその方向性の一つにこの軍事な 方向分野っていうのがあるんですけどこれはアストラックスは望んでないんですねいくら地球の平和のためって言っても、えー、だからといって、えー、とじゃあ、えー、軍人さん宇宙軍人さんを育てようとは思ってませんなので、えー、と戦争とか戦場につな、えー、がるような、えー、そういった人材っていうのはいらないと思って宇宙を戦場にしちゃいけないと思っているので、えー むしろそういったものはなくなっていく方向で人類がみんな協力していくっていう方向に持っていけたらなと思っています。はい、で、えっと、今言ったことをどういう人たちに教えていこうかっていうことなんですけどあの子供もも大人も関係なく宇宙のことっていうのは、えー、これからですねあの えとみんなが同時に学んでいかないといけないと思うんですね。子どもが学ぶ前にまず大人が知らないと子どもたちも教えられないんですけど、えー、大人たちがどうしてもこうこれ未来のことっていうと子どもたちに託したがっちゃうんですけど大人たちが古い頭を持ってるとどうしても子どもがいくらに教えても、えー、そこを全部大人たちの、えー、過去のこう常識とか固定概念で、えー 抑え込んででししままううことになってしまうので、えー、かといって大人ばっかりが突き進んでても子供ついてこれなくなっちゃうのでもう同時に、えー、教えたいなと、えー、思ってます。で、えっと、もうこういうメーカーに書いてあるんですけど日本の宇宙開発をやるような人たちはもう、えっと、ここでは育てません。もう外で育って、えー、くれてるということを前提に、えー、世界最先端の それも民間の宇宙開発や宇宙利用をやっている人たちから、えー、と仲良くして、その人たちが持っている技術とかを、えー、使って、えー、活躍していくというような、えー、人材を育てようとしているので、えー、まあこういった教育をやっているあの組織というか、あの教育機関というのは、少なくとも日本にはないんですね。 えー、日本というのはどうしてもその日本の枠の中で、えー、教育をしてしまいますのでそれを超えた、えー、そこにはない教育というのをやろうと思っていますで、その手法は先ほども言った通り講演だろうが講座だろうがイベントだろうが,ろうがツアーだろうがトークだろうがメディアだろうが、えー、ありとあらゆる手段を使って、えー、教育を行っていくと、はいでえー、これまでアストラックスといは2000今、あのー、今年で15年目なんですけど あ16年目なんですけど、2005年に立ち上がってから、えー、やってきた教育的なことですね、まああの。当時はまだ立ち上がったばっかりだったので、本当にこう、えー、一つ一つが試行錯誤で、一つ一つが挑戦で、えー、ちょっとずつちょっとずつこう実績を積み上げていったという感じなんですが、えー、2005年から2006年頃にやってたことっていうのをちょっと紹介したいと思います。えーとですねまず えー、大学生たちがロケットを作ってました。えー、ハイブリッドロケットっていうですねロケットを作ってて、えー、それをですね大学ごとに、えー、協議会があったんですね、えー。それぞれの大学に理工学部、まあ、工学部か理工学部があって、そこでロケット作りが盛んに行われて、えー、でなんか目的というかミッションがあって、それを達成するようなロケットを作るみたいな、そういう協議会みたいなのがあって、みんなロケットを作ってました。でもそれってこう えっと、ロケットの作り方を学ぶために非常によ,かよい、えーまあ、仕組みだったと思うんですけどただそのロケットを使って何をするのかっていうところまでは考えてなかったんですねで、えー、僕らはそこに対してですね投資を行って学生たちにロケットを使ったビジネスをやらせようということを考えて。 えー、東海大学のですね、まあ、工学部の学生さんたちに、えー、スポンサーにこうなってお金を払ってあげて、まあ、少額だったんですけど、で、えー、とミッションとして、えー、企業のキャラクターを、えー、のぬいぐるみです、ね、を打ち上げるっていう、えー、のを仕事として発注しました。はい、それがですね、まあ、こんな感じですね、えーと。東海大学の学生ロケットチーム、えー、に、えー、とこももっていうですね、こう ソネットっていう会社の、えー、今、ソニー,、えー、な何だっけなう、ネットワークコミュニケーションズ、うん、ちょっと、えー、名古屋好きだったんですけど、えーとまあ、その企業キャラがあったんですね。企業キャラというか、まあ、その中に出てくる、えー、商品とかサービスに使われてた、えー、キャラクター。で、そのぬいぐるみを、えー、打ち上げるということを、えー、頼みました。で えー、彼らは、えーと、そのお客さんのニーズに合わせて、ここにぬいぐるみ入れてくれて、それもちゃんと外から見えた方がいいというのを窓をつけてくれて、ですねでこれを打ち上げてで、えーと、パラシュートで回収するというようなミッションというのをやってもらったんですね、はいでえーと。同時にライバルもいた方がいいだろうということで,です、ね、この秋田大学の方にも同じような、えー、お願いをして、ですね、まあ、こちらはちょっとスポンサーというか、お金は払わなかったんですけど、えー やっててくれてですね東海大と秋田大大学をを競争ししてて、うんえー、このぐるみを打ち上げてくれましたで大事なことはロケットを作ることを教えることがも,もちろんその大学としての教育としては大事なんだけど僕らとしてはその作られたものを使って誰かのためにサービスを行うということが、まあ、本来の開発者がやんなきゃいけないことっていうのを教えようと思って、えー、こういうことをやりました。 はい、それから、えっと、ロケットガールプロジェクトっていうのがありまして、これはですね、先ほどの方はロケットをです、ね、大学生が作ってたんですけど、今度は女子高生たちにロケットを作らせるっていう、まあ、企画があったんですね。でそこに、えっとまあ、こんな企画なんですけど、ロケットガール養成講座で。そもそもロケットガールっていう小説がありました。でその小説 からえっとまあ、協力してもらって、作者の人にも協力してもらって、えっと、ロケットガールっていう女子高生たちを育てる。で、同時にアニメ化も、えー、当時行われてですね、えー、このロケットガールプロジェクトっていうのはこう結構大きめにやってたんですけど、うちの会社もそこに協力して、えっと、先ほどの,あのロケットで打ち上がったこももちゃんも、えー、応援団みたいな形で、えー、と協力したりもしてます。まあ、これも今度女子高生向けのロケット教育。 そして、えー、それをどうしても、あのー、研究開発ばっかりになっちゃうので、こう企業が、えー、タイアップするという形で協力をしていました。それから、ですねテレビの,あの企画で NASA を案内するっていう、えーまあ、僕があの案内役で案内するっていうのもありました。で、これはですね、えっと、YouTube で見られるようにしてありますけども、こんな感じです。これ、当時の番組ですけども。 2000万ドルします。これは昔の僕なんですね。で、えっ、ー、と、こちらの根本晴美さんっていう。あの、えー、グラビュアアイドルの方だったんですけど。え、一着だよ。うだっけ <laughs> 今から、以前の完成室を案内しましょう。まあ、こんな感じでですね。あの、テレビ番組を使って。 NASA を案内する、まあ、日本の皆さんに僕がもともと働いてた、えー、NASA というのを案内すると、そして無重力飛行を紹介して、えー、彼女が、えー、無重力体験するということも一つの、えーっとまあ、僕からすると教育、啓蒙活動ということで仕事としてやってました。それからあと、えー、当時ですねあの、ブログのシステムでミニ ホーームページっていうのがありました。そのホームページやってたのが先ほどのこももっていうぬいぐるみの会社なんですけどでそこで僕がブログを書くことも仕事にしてたんですねでそこで宇宙ネタをいろいろ連載してみんなに宇宙のことをいろいろ教えてましたその時も、えー、とアクセス数がですね全国総合1位になったりとかしながらみんなにこう注目してもらいながら、えー、情報発信っていうのをやってま えー、という感じで初期の頃の教育っていうのは、まあ、単発単発単発の、えー、と企画でいろいろやってたんですね。はい、でその先に2008年から2010年ぐらいですね、えー、とうちの娘の自由研究っていうのを、えー、やりました。で、えー、とこれはですねあの当時うちの娘は2歳からアメリカの幼稚園に通ってたんですけどアメリカのあの教育 の中であの日本みたいな自由研究の宿題みたいなのがあるんですね。よくあの小学校の時に夏休みの自由研究ってあったと思うんですけど、その、えっと、自由研究を幼稚園から子どもたちはやってます。で、えっと、日本ってこう発表するときって模造紙で発表すると思うんですね。で、えー、なんかこうマジックとかでいろいろ手書きで書いてとかで、あのー、なんか絵を描いたり写真貼ったりとかしながら発表すると。 でも持ってくときも、持って帰るときもこう折りたたんで持ってったり、丸めたりもするでしょうけど、もう帰りにはあのチャンバラでバンバンこう叩いたりとかして、ボロボロになったりとかして、ぐちゃぐちゃになって終わるみたいな感じが多いんじゃないかなと。もちろん、ちゃんと綺麗に持って帰る人もいるかもしれないし、ずっと飾られてるかもしれないですけど、アメリカでのそういう重研究っていうのは、プレゼンテーションボードっていうのが売ってます。これ、スーパーで売ってます。そこに えっと、そのボードは段ボールみたいなできてて、てて、3面開きみたいになってるんですね。で、えっと、パカッパカッと開いて、こう3面になってで、えー、後ろにですねそれの使い方が書いてあります。で、その使い方っていうのは、論文形式でいろんなあの研究発表ができるようになってるんですね。えー、どういうことかっていうと名、タイトルを書いて、名前を書いて、で次に、えっと、概要かなんかがあって、で仮説を立てて、でそれを、えー、実験すると。 でその実験に必要な、えー、道具と実験手順を次に書いて、実際にやった実験の様子を書いて、でその後、えー、得られたデータをちゃんとまとめて、それについて考察をして結論するっていう、う完璧な論文形式で幼稚園から、えー、みんなの前でプレゼン発表する。それもアメリカですから、英語で発表します。で、えー、っとそれをですねんと、ちょっと簡単に。 え説明したいと思いますが、えーっとすね、うちの娘が冬休み、アメリカってちょっと日本とスタートが違うので、9月から学校がスタートして、最初の休みが冬休みなんですね。で冬休みの自由研究があります。で、えーっと、テーマが決まってなかったんですね。で、そのまんまもう次の楽器が始まっちゃって、年明けで学校行かなきゃいけなかった。やばいやばいと、実験決まってないと思ってたえーっと、ある時ですね、うちの娘が、あのー、学校行く前に、幼稚園行く前に、 風呂に入る、えー、習慣があったんですねで、朝風呂入ってで、それから学校に目覚ましていくんだったんですけどその時にですねあのー、うちの娘があのに呼ばれたんですね風呂に。で、えー、っとうちの娘がこうバスクリーンみたいに色つける入浴剤、えー、を入れて遊ぶ日と泡泡風呂にする人、えー、まあそういったのを遊んでたんですけど。あのー ルール我が家のルールとしては両方使っちゃだめよっていうルールでどっちか一個にしなさいって言ってました。だけど、えー、呼ばれて行ってみたらですね明らかに両方入れてる状況があったんですね、はいで。要はあわあわになっててお湯に色がついてる。でうちの娘があの質問したんですね。で本来だったらもうその時点でああ、ルール破ったねって言ってだめじゃないっていうはずがその前になんでお風呂のお湯には色がつくのに。 下のお湯のところですね。上の泡には色がつかないのって言われたんですね。で、ああ、なるほどなぁと、それは不思議だよね。僕らはあのビールを飲むときに下の液体のと,ところは黄色いのに上の泡のところが白いのを普段は疑問に思わないんですけど、<laughs> えー、美味しく飲めればいいんですが、子供の目線からすると、なんでこっちには色がつかない、こっちに色つかなくて白くなっちゃうんだろうっていうのが疑問だったね。で、ちょうどその宿題が出てたので、 えとじゃあ、それを研究してみようということで娘にどうしたらそういうの実験できるかなと言ったらあの娘の経験値というかですねあの知ってることで泡って言ったらもうシャボン玉しかなかったのでシャボン玉の泡は、えー、と色がつくかどうかっていうのをやったら分かるんじゃないって言われたのでああ、なるほどねと、えー、じゃあ、それやってみようかっていうことでどう,どうやったらできるのって、まあ、こっちから教えることはないんですね。 そしたら、うーんって考えて、じゃあこう紙コップに、こういうコップにですね、えっと、絵の具を入れて、で、えっと、シャボン玉の液入れて、で、シャボン玉作れば、絵の具いっぱい入れれば、こういう赤いシャボン玉とか、青いシャボン玉とか、黄色いシャボン玉が作れるんじゃないのっていうから、じゃあやってみようということで、やらせました。で、結果的にどうなったかっていうと、こうなったんですね。 色はつかないんです。こうなると思っ下にこうしくがたまってここが赤くなるという、えー、結果が得られましたでもっとあのい濃い色ないのって言われたからうーんって考えて墨汁っていうのがあるよって言ってあじゃあそれでやるってことで墨汁をいっぱい入れてそれで、えー、真っ黒いシャボン玉っていうのを作ろうとしましたでもやっぱり同じようにこういうふうに、えー、透明になって下に雫くがたまる。 でまあ、結論から言うと、えーあのー、真っ赤なシャボン玉っていうのは作れない、で下に溜まる、だこれがお風呂のお湯と一緒でお、お湯の部分はね、ここが色がつくと、でも上の泡には色がつかないよっていうことは分かって、それをあの発表したんですね、これがうちの娘の幼稚園の時の発表なんですが、えー、泡に色がつくかっていうタイトルですね。でえー これは仮説ですで。仮説を立てて必要な道具を書いて、えー、手順を書いてで実際に実験をやりました、えー、で、えー、得られたデータはと結果はこうでした色つきません下に、えー、色がたまっちゃいます、えー、で、えー、結論というのはあの地球上では、えー、泡に色をつけることが難しいと。 えー、それはなぜかといたら重力があるから、そういう液体ものは全部下に行ってしまうから、えー、色素も全部そっちに行ってしまって、上は薄いので、えー、っと真ん中が中空でね、あのー、色がつかないし、下の方の液体の方はこう何層にもなってるから、まあ、色がどん,どんどん濃くなっていくんだけど、上の部分っていうのは真ん中が中空ですから、まあ、手前と奥の方は、まあ、薄く色があるかもしれないけど、まあ、透けてしまうと、えー、いうところまでは分かったんですね。はいで それで終わるかと思ったら、えー、なんとですねあの、じゃあ宇宙でやったら、この下の雫がこの、この部分です、ね、これが全体的に広まってくれれば、肉厚のシャボン玉ができて、色つくんじゃないのっていうことに気づきました。なので、この時の発表は、これ最後ね、えー、We might be、えー、able to be able to color bubbles in space. 宇宙だったら重力がないから色がつくんかもしれないっていう、えー、結論でまあ、次は宇宙でやりますみたいなところで終わらせました。で、うちの娘がこれを、えー、宇宙のと発表したんですね。で、それがっとまああのー、宇宙でやることなんかできないから、まあ、ほったらかしになってました。このボードがですね部屋に置いてあったんですねで。部屋に置いてあって、娘の部屋に置いてあって、ある時朝日新聞のあのー えー、取材が来たときにですね、うちの娘の部屋に来たときに、これは何ですかってこうボードが置いてあったんですね。で、ここで日本との教育が違うのが、これ模造紙だったら、きっと、えー、部屋に飾ってないかもしれない。あの畳んでどこかにしまってあるかもぐちゃぐちゃになってるかもしれないけど、これってあのボードでできてるので、えー、そう簡単にはボロボロにはならない。で、それもちゃんと立てかけられるので、飾ってあったんですね。 記者さんが見つけてこれ何ですかって言われてうちの娘の自由研究ですと。で、えー、シャボン玉に色つけたんだけどつかなかった。だから宇宙だったらつくかもしれないって説明したら、あそれは面白い実験だっていうことで、えー、全国紙にこのテーマが載りました。で、宇宙でやったらどうなるのか。で、それがあのテレビとかにも取り上げられて、えー、結構話題になったんですね。で、えーとー、それを実際にスペースシャトルの、えー、中でやって、 ってもらったんですね。その後その一年後ぐらいですけど、でやったらどうなったかって言ったらこうなりました。じゃじゃじゃん。こうなったんですね。はい。でえっ、ー、とちゃんとシャボン玉にこうなんて言うの均等にというかあの色がついたんですね。まあちょっと大きくなってくるとだんだんこう薄くなっていっちゃうんですけど、えー、娘の仮説っていうのがまあ証明されたんですね。でこれがあのー 話題になって、またそのニュースで取り上げられて、そしたらそ,れそのニュースを見た東北大学の大学院の教授が、えー、うちの娘に手紙を送れましたもうあの。10年分の論文が送られてきて、東北大学の表面張力研究家の、えー、研究のこれが全てですと。その研究家では何を研究していたかというと、シャボン玉の割れ方の研究をしてたんですね。で、シャボン玉っていううのはこうやって えっと、地,地上で重力があるところでシャボン玉を作ると、えー、下に重力が強いので引っ張られて下が肉厚上が薄いっていう、えー、シャボン玉が出来上がるだから自然に割れる時ってどうやって割れるかって上からパカーンとこうやって割れるんです、ね、でだけど、えー、宇宙だとこれが均一なので、まあ、どういうふうに割れるかっていうのを えー、数値シミュレーションでコンピューターで解析すると、まあ、こういうふうに割れますみたいなのが出てくるんだけどそれを本当に宇宙でやったらそういうふうになるのかっていうのを研究しようとしてました。で えー、ちょうどそれから2年後ぐらいのスペースシャトルに乗せて東北大学の研究が行われるはずだったのにその前にこの実験を行っちゃったんですようちの娘の,あの自由研究の延長でやられちゃったので、えー、東北大学としても最先端を超えてるので、えー、ぜひうちの娘に、えー、今すぐ、えー、この研究成果を持って入学してくださいということになっちゃったんですね、はい、当時うちの娘は小学生だったんですけどただ、まあ、その時にですねこれやったのが あの宇宙飛行士だったんで、えっと、本人がやったわけじゃないんで、えっと、うちの娘はです、ね、10歳になった時に、えー、無重力を体験できる飛行機に乗せて、自分でその実験を、まあ、やらせたりもしました。まあ、こうやって、えー、何を言いたいかというと、お風呂のお湯に色をつけて、あわあわにした時点で、ルールを破ったってっ怒ってたらここまでいかなかったわけですね。えー、じゃなくてそこに えー、興味を持った疑問を持ったことを、えー、ひたすらずーっと、えー、研究し続けるそしてそれを引き上げて引き上げて宇宙までつなげちゃうと誰もやったことがないような研究に繋がるっていうことがいっぱいあるなということが分かりましたはい。そこでこれは何の研究をやっても子供の夏休みの自由研究どんな実験をやったとしてもそれを最後宇宙でやったらどうなるかっていうのをやったことがほとんどないと思うので えっと、そういう学校を作ろうっていうことになったんですね。そこで、えー、アストラックスではあの、鎌倉スペースアカデミーっていう、もう年通してずっと自由研究やり続けるっていう教室を始めました。一、えー、月に1回、えー、その教室に来てもらって、発表会をします。研究自体は家でやってもらって、お父さん、お母さんとかに協力してもらいながら、えー、その、 途中経過を、えー、発表してもらうでそれもあのそういう3面ボードを作ってもらってでそ,こそれを使って発表してもらう。で、えっとまあ、有料でやってたんですけど、えー、でこれはあのー、目的っていうのは、えー、どういう何のためにその自由研究をやるかって言ったらその研究をやるだけじゃなくてどうやって研究したらいいのか、えー、を、まあ、自分たちで考えるとかあるいは その発表の方法ですね、もうどうやったら効果的にみんなに伝えられるか、それからさまざまなその実験道具とかね、あるいはそのプレゼンテーションに必要な道具だとか、まあ、そういったものの、えー、ツールの使い方っていうのも、その研究を通しながら学んでいくとで、大人も協力するともっとすごいことができるので、もう徹底的に大人も協力してくださいという形で、えー、研究をやってもらいました。 でどんな研究が行われたかというと割れないシャボン玉を作るとかね、えー、シャボン玉ってこう作ってもパッと割れちゃうんですけどどうやったら膨らました後カチッって固まってくれるかとでその子は一生懸命こう接着剤入れたりとかしょうゆを入れてみたりとか、まあ、いろんなものを混ぜて割れないシャボン玉がどうやってできるかみたいなことを研究しました。それから えっと、携帯電話でですねメールを送信する時に、えー、ときに添付資料をつけるとあの画像とか重いのをつけると、えー、通信するのに結構時間がかかりその速度を環境を変えて水の中でやってみたりとか、えー、土の中でやってみたり缶の中でやってみたり、まあ、そういう環境を変えて通信速度がどう変わるかっていうのを研究する小学校1年生がいたりとか <laughs>、えーまあ、いろんな研究をみんなしました。 でこれがその鎌倉スペースアカデミーっていうあの教室の,この募集の、えー、チラシなんですけど、まあ、こんな一枚紙を作ってです、ね、いつも募集してやってました。で、その発表が終わるたんびに、えー、よくできましたっていうこういうあの証明書っていうか、症状を渡してました。それもちょっとこう外国チックにですね、えっとまあ、日本のいわゆるあの金床みたいな縦書きのああいうんじゃなくて、えー、こう外国風なので、症、えー、状をあげてました。まあ、こんな感じでですね。 あの大人たちあるいは他の子どもたちとかですね親の前とか、まあ、みんながいる前で、えー、その重研究を発表していくということをやりました。えー、でだんだんエスカレートしてきてですねこれだけじゃ済まなくなってあの学校からまず入る人もいてこの子なんかもうあの。 だんだん発表するごとに、えー、パワーアップしてですね、あの白い白衣を着てメガネをわざわざかけて、えー、とこういう銀色のビヨーンって伸びる棒を、えー、持ってですね、博士の格好をして <laughs> 発表してみたりとかですね。あるいは人によっては、えー、とスティーブ・ジョブズみたいに携帯電話を使って、えー、パソコンをコントロールしてプロジェクターで、えー、と映像とか見せながら発表する人がいたりとか、えーまあ、いろんな。 えっとまあ、この子はプロジェクターを使って、三面ボードじゃなくて、ですねで、えっと、リモートコントローラーを使って発表するみたいなことをやりました。えーまあ、この人は何だっけなこの人は液体の,なんかあの混ざり具合について研究をしたりしたんですね。一番すごかったのはこの子です。この子、なんと3歳です。3歳で世界の消防車を全部あの調べまくるっていうことをやったんですね。えーまあ 毎月やっていって、どん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 パワーアップしていって、国内の、えー、消防車から始まって、えー、で、えー、最終的にはもう世界の消防車を全部知り尽くして、それを発表したんですが、えーまあ、この子がすごく頑張るので、えー、と周りも影響を受けて、えー、どんどんあのパワーアップしていきました。はい、ということで、えーとまあ、こういう研究っていうのは、まあ、 普通だったら3歳じゃできないと思うかもしれないんですけど、やればできちゃうんですね。はいまあ、こんな感じで、えっと、みんな症状をもらったりとかして、えー、やってますね、はい。ということで、あのー、このテーマはそれぞれ一人一人がみんなバラバララ自由研究ですから、バラバラなんですね。まあ、それによって、個人個人の個性や、えー、自分のねやりたいっていうあの思いだとか、その人の存在だとか、興味だとか、まあ、そういったものを。 えと否定しないで、えー、大切にしてそれをいかにこう引き上げていくかっていうことを徹底的にやるっていう教育をやりました。はい、で、えーとまあ、それをやることによってこう常識とか前例とかにとらわれないような教科書に書いてないような、えー、自分のやりたいことを、えー、やりながらどんどん道を切り開いていくっていうような、えー、人材教育をしていきたいなということでやってま、はい、それからですね。ね えー、またちょっと話が変わるんですが講演会やイベントや取材対応っていうのもいっぱいやってきましたここもこの10年ぐらいずっとやり続けててこれまで10万人以上に、えー、宇宙のことを伝えてきましたで国内だけじゃなくてシンガポールやマレーシアミャンマーアメリカに関してはこうロサンゼルスとかハワイとか、まあ、そういったところで、えー 講演会をやったりとかして、えー、アストラックスがやっている宇宙事業について、あるいは世界の宇宙の最先端の、えー、それも民間の宇宙開発、あるいは宇宙産業というのを伝える、えー、教育をずっとやってきました。で、レベルもですね、あの幼稚園から大学まで,で、場所も個人の家からホールとか、えー、会議室とか、まあ,あの、教える場所さえあれば、どこでも、えー、教えるということをやってきています。でえーとー アンケートが取れるときは、みんなからどうだったかっていうのをこう蓄積していって、ですね、まあ、その人たちにどうやって伝わったのかと、えー、いうことも全部フィードバックで、えー、蓄積してあります。これも、えっと、僕らがやっぱり教育する上で、ちゃんと伝わってないと、あるいはどういうふうに伝わってるかを理解しないと、次の教育にの進化にならないので、えー、こういうフィードバックも非常に大事だなと思ってやっていきました。こんな感じですね 宇宙ビジネス講演会やったり、宇宙イベントやったりとか、ですね取材を受けたり、えー、施設見学ツアーやったり、宇宙授業やったり、夢合宿やったり、えー、国際会議に皆さんこう連れてったりとかですね、えー、まあいろんなことをやりました。えー、とこれが、上はあのどこだっけミャ、うんと、マレーシアですね、マレーシアで講演会やった時の、えー、写真です、下は、えー、高校ですね、3000人もいる高校で、えー、講演をしました。 これはあの関西の,方のえっ、ー、の塾の子どもたちが合宿があるっていうので、えっとどううのえー、淡路市で夢合宿っていうのがあったときに、えーま、宇宙のことを教えて、宇宙でやりたい夢っていうのをあの考えてもらうっていう、そういう教育をやったりします。はい、えー、それからですね、こういったその、えー、と研究とかだけじゃなくて、えーと、実際に現場に連れてってあげるっていうツアーですね。 えー、をいろんな、えー、形でやってきましたこれはあの大人向けのツアーなんですけど NASA に、えー、大人たちを連れて行って、えー、もう NASA の時代じゃないよと NASA 全部とにかく知り尽くしてもらってその先の民間の、えー、宇宙開発の状況まで見せてあげてこれからはこういう時代ですっていうふうな感じで NASA を卒業させるためのツアーっていうのを、えー、ほぼ毎年やってます。それからえー、とー 大人たちがですね、いろいろ宇宙事業とか研究とかをまあやったり、新しいビジネス開発とかやったりとかしたら、もうほぼ世界初なんですね、あのー、世界中誰もやってないものなので、えー、そういったものをどこで発表するかっていうときに、えー、国際会議に来てもらって、えー、宇宙の国際会議で発表してもらうと。 いいうようよな形を取っていますでそもそも日本語でもそういう会議国際会議とかそういったところで発表もしたことがないような人にもやり方を教えてあげてそしてそれを英語に翻訳してで英語でプレゼンテーションできるように育てて実際にそれをやってもらうとかあるいは、えーまあ、これはいいやなこれはちょっと3番は飛ばしてです、ね、あと大人たちにロケット作ったことがない人がいっぱいいるのでロケットなんかすぐ作れるんだよと。 でそれを、えー、作ったら,ほらできたでしょうでで。できたらそれだけで終わらず、えーと、そのロケットを作るって本来僕らは難しいと思ってることがやればまずできる。でそれを大人たちがやらない限り、子どもたちに、えー、とロケットなんか簡単に作れるよって言えないんですね。えー、で子どもたちは本来はやればできるのに、大人たちがそれを知らないから、ものすごく難しくロケットって大変なんだよって言っちゃうっていうのがあるので、えー、とにかくまず大人たちを、えー、変えなきゃということで、ロケットを作らせるっていうのをやってます。それから えっと、海外の宇宙関連施設っていうのは、もう日本にはないようないろんな宇宙船作ってる工場もあれば、火星の基地を研究している工場あの研究施設があったりとか、いろんなあの日本にはない施設がいっぱいあるので、そういったものを実際見てもらって、世界はこんだけ進んでるんだっていうのを大人たちに見てもらう。 ということをいろいろやっってきました。まあ、ちょっとごめんな,さいんなツアーがあるんですが、うん、ともしご興味があればぜひご参加いただければなと思います。それから、えっと、そういった大人たちがですね、まあ、宇宙のことを学ぶだけじゃなくてあるいは講演を聞くだけじゃなくて、えー、今既存の皆さんがやっているビジネスと宇宙をつなげて新たな 事業を立ち上げていくっていうことを、えー、教えるための、えー、宇宙事業創造教育って言ってますけど、えーまあ、そういったあの教育機関っていうのを作りましたアストラックスアカデミーって言いますで、えー、と参加するのは大体経営者とか起業,業家とか新しくビジネスをやりたい人たち向けの講座になってますでえっ、ー、と いろんなコースがあるんですね。でえっと、いろんな設備も使ったりしますで、えっと。レベルもいろいろ分かれてるんですねあのこう、えー。簡単なところからだんだんレベルアップしていきます。ケーベーシック講座があって、マスター講座があって、専門講座があって、オプション講座があってみたいな形で、えーまあ、時間かかる時間もいろいろ分かれています。でえっと コースもです、ね、ビジネスコース、宇宙飛行士、養成コースとか民間あい宇宙旅行者、宇宙旅行者を、えー、サポートするコースとかです、ねまあ、いろんなコースが分かれていて、それぞれその教える内容も異なっているんです、ねえー、これはもう、あのー、今、えー、まさにやっている最中なんですが、えー、今後です、ね、これもオンライン化して、えー、もっとたくさんの人たちに、えー、参加してもらえるように今、しようとしているところです。 それから、えっと、先ほどの,あのツアーでですね、このオンジアースっていう旅行会社と一緒にやっている大人向けの、えー、こうツアーと,とはまたちょっと別で、えっと、チャレンジワールドっていう旅行会社がありましてそちらはあの子ども向けの教育ツアーっていうのをやっている会社なんですね。で えー、そこと、えー、タイアップをしまして、チャレンジワールドスペースアカデミーっていう、えー、プロジェクトをやっています。でこれは子どもたちにロケットを作らせるんだけども、ここでもあのアストラックセが、ね、最初から言ってるように、作る研究するとか開発する子どもたちだけ育ててもしょうがないですよ、そのロケットを使って何をするかっていうところまで考えさせるっていう、お客さんの立場になって、えー、必要となるロケットを作ってもらうというような、えー、教育をやっています。 それからオンライン番組があったりとか、あと、えー、これは中学生とか高校生、ちょっとあの年が上になるんですけど、アメリカに連れてって、アメリカの施設見学ツアーをするのと同時に、成層圏にあの気球を打ち上げて、まあ、ほとんどもう景色は宇宙なんですけど、そこにカメラを打ち上げて、そのカメラを使って、えー、地球を撮影して、でこれが。 あの地球ににに帰ってくるるどこに落ちるか分かんないですねでそれを GPS で追っかけて、え車でこう追っかけて、最後回収するところまでを体験するっていうような、えー、ツアーがあったりとか、えーまあ、いろんな、あのーえー、子ども向けのツアーをやっています。これはあのその、えー、気球を打ち上げたときの、えー、写真なんですが、えーまあ、彼らにです、ね、こうメッセージ書いてもらって、それからぬいぐるみも一緒に乗っけてです、ねで、清掃券まで打ち上げました。 えー、実際もっと高いところまで行ったんですけど、ちょっとあの途中でバッテリーが切れちゃって、映像が途中で切れちゃったんで、これがまあ最後の映像だったんですけど、えー、実際もっと高いところまで行きました。あと、こういうなんかあの宇宙関連の施設、スペースシャットルも見たりとか、えー、宇宙船開発工場を見たりとか、まあ、そんなツアーをやったりしています。それから子どもたちにロケットを作らせて飛ばせるっていうこともやってるんですが、えーと、先ほど言った通り、これを何のために作ってるのかっていうのを考えてもらいます。 ストラックス・キッズというプログラムがいよいよ今年の4月ですね、今まさに今年の4月ですけど、今月、えー、始まりました。これはあのー、ちょうど今コロナの影響で、えー、みんな学校に行けてないっていうこともあってですね、あのー、で僕らもその講演会とかツアーだとか、えー、イベントだとかね、出張授業とか、まあ、そういうのが、あのー、人が今集まることができないので、えーと 全部そういうい仕事がストップしてしてまったんですねその代わりに、えー、オンラインで、まあ、今日もそうなんですけどオンラインで、えー、教育ができるようにしようと、まあ、その一環で子どもたち向けの、えーまあ、宇宙講座っていうのを、えー、オンラインでやるということで毎週日曜日10時から、えー、11時っていうのをやろうとしていますで、えー、4月のうちは、えー、無料で、えーとまあ、僕らもお試しで今やってるところでいろいろ試行錯誤しているので、えー、無料でやっています 今後ですね、まあ、ちょっとゴールデンウィーク中も無料でやろうと思ってて、その後ですね、えー、と有料化していけたらなと考えています。はいでえーとまあ、内容としては、まあ、今言ってきたようなことをオンラインで、えー、やろうということで、えー、ちょっとですね、そのプロモーション映像みたいなのがあるので、そちらをご覧ください。こんなイメージで、えー、アストラックスの子ども教育っていうのをやろうとしています。 かっこよく作られているんですが、これは実はですね、あの今、えー、映像に出てきた宇宙船を作っている会社で、バージン・ギャラクティックという会社があるんですけど、その会社と本来はですね、宇宙服を開発しているのがアンダーアーマーというスポーツウェアのメーカーなんですが、そこがタイアップした時のために作られた、えー、プロモーション映像。そのアンダーアーマーのところをちょっと申し訳ないんですけど、えーこの アストラックスがやってきた教育に、えー、の画像に、まあ、差し替えて使わせていただいているので、本来はあんまりこう、えー、それ使っちゃいけないんですけど、まあ、子供たちの教育のためにすいませんという感じで今、えー、作っています。で、えー、っとこのアストラックスキッズっていうですねあの学科の中で、えーっとまあえー、教育の中で題材にするのが海外の宇宙船。 それもこの今、映像にあったバージンギャラクティックって会社の宇宙船について、子どもたちにまず詳しく知ってもらおうと。まあ、その後いろいろこう幅を広げていきたいと思っているんですが、その一番最初の取っかかりは、ですね塗り絵からなんですね。この塗り絵をやることによってあの、ここに窓があってとかね、窓が何個あって、あここに車輪があってあ、翼はこういう感じで、ま、えー、っすぐなのがこうやって上に曲がるのかとかですね、えー、これは一体何なんだと。こっち飛行機だと。 そ2つつながってる、あこれここにくっついてるな、えーでえーまあ、そういうふうにこう塗りながら、一体ここは何なんだと考えながら塗り出すことが、えー、一つその宇宙船について知るきっかけになるだろうということで、えーと、まず塗り絵から始まります。でえー、とこんななイメージになる。 感じでですね、まああの知らず知らずのうちに宇宙船のことを知ってしまう。それから大事なことはあの今いろんな色でカラフルに塗ってたと思うんですけど、一人に一人違う色になってるはずなんですね。で、えー、そういったオリジナルの宇宙船をデザインすることによって、えー、人とは違うオリジナルな、えー、自分だけの宇宙船っていうのを考えるということも大事だなと思っています。あの実際の宇宙船っていうのはこういう色してるね。ほとんど白です。 でもこれ先に見せちゃうとみんな白くなっちゃうんですね <laughs>。で、えー、なので、これは後から見せます。で、えー、これが本当の宇宙船なんですよと、もうすぐ飛ぶんですよっていうと、あさっき、あそっか、ここはこうだったのかっていうのを、えー、また考えるようになるんですね。で、えっ、ー、と、次のステップとしては、今度は、えっ、ー、と、その絵が描いてないものを使います。描いてないものを使いながら、この1番から2番でこうやって点を結んでいくと、まあ、さっきの絵になっていくんですが、 それをやりながらまたいろいろろ考えるんですね一体ここの線は何なんだああなるほどそうなるのかっていうことを考えながら、えー、自分で、えー、宇宙線を描くさっきはこう描いてあるものを色付けるっていう作業だったんですけど自分で宇宙線が描けるようになるんですね。で、えー、とそれを実際にやってもらったのがこちらなんですが、えー、これは点々をずっと結んでいってまず宇宙線を自分で描いてみる。 でその後また色塗ってねって言って、こう,うオリジナルになっていくと,ちょっと。いずれ将来は、今はこうやってあの真っ白の、えー、宇宙船ですけども、えー、今、航空会社の飛行機だっていろんな色がありますよね。えー、同じ機体でも、えー、カルフラーになってると思うんですが、えー、そんな感じで、えー、と宇宙船が自分の、ね、将来、えーと、デザインした宇宙,あの宇宙船が飛ぶような、えー、イメージができるんじゃないかなって思です、ねで。さらに 今度、今週の日曜日ですね、今日金曜日だから明日、あさって、明後日の朝10時から11時は、えー、次のステップに進みます。今、このレベル1とレベル2やったんですけど、これまでですね、えー、今度は、えっ、ー、と、今日、先ほどあの冒頭に、えー、挨拶してくれた、えー、川上太鼓さんが先生になって、えっ、ー、と、実際にですね、その、えー、なんでしょうこのバージンの宇宙船の えー、折り紙で作ってみるっていう、えー、ことをやります。で、えっ、ー、とこれ実際に作るとですね、すごいよく飛ぶんですね。えっとね、今どこかにあるかな。えー、っと、うん、これ僕作ったのはねあ、どうかな、この前、飛ばしちゃってとか飛んでちゃったかな。はい。えー、っとですね、あのー、ご興味ある人はぜひ日曜日に参加してくれたら、あのー、これ一緒に作りたいと思うんですけども、 えーまあ、それによって今度は子どもたちが、あのーまあ、折り紙ですけど宇宙船作って飛ばしてみるとどうやったらよく飛ぶかなとかまたこう考えるようになるんですね。はい、ということでこうやって、あのー、ステップアップしていくごとにだんだんこの宇宙船に興味を持って詳しくなってって、えー、愛着が生まれてくるだろうというようなやり方で遊んでいるように見えて実は宇宙船のことにどんどん詳しくなっていくというやり方を取ろうと思っていますで。さらに えっと、このバージンの教材っていうのはあのバージンのホームページからこうダウンロードできるようになってるんですけど、えー、それ以外にですねあのアストラックスがオリジナルの教材っていうのを今後作っていこうと思っています。 でえー、僕やそのアストラックスに関わっている、えー、専門家たちはです、ねあのー、オリジナルの教材を作ってで子どもたちに、えー、これからの、えー、宇宙時代、えー、僕らが今切り開いていることについて、えー、直接教育をしてです、ね、一緒になってその新しい時代を作っていけるようなそういう、えー、今授業を作ろうとしています。で、えー、っと先生たちも、えー、今、えー、6人。 ノミネートされてまして、えー、これからいろいろ授業をやっていく予定なんですが、今日参加している、えー、と中で、えー、大塚さん、いるのかなあ、いた大塚さん、なんか食べてるん、ね、<laughs> <laughs> なんか食べてますが、えーと、大塚さんにもできれば先生になっていただきたいなと。それから、今、桐原さんもです、ね、あの参加してくださってますけど、えー、桐原いや、優里先生ですね。 先生をえ他にもですね、先生やりたい人がいたら、えー、このアストラックスの、えー、なて言うんでしょう、この、えー、マインドというか、えー、ポリシーに沿っていてくれたら、どなたでもあの、えー、先生になっていただけるように、なんとかしていきたいなと思っていますので、えー、ぜひご参加いただければなと思います。 ほ他にもですね、アストラックス、いろんなあの教育事業とかコラボレーションやってきました。これはあのうちの会社のホームページ見ていただくといろいろ出てくるので、ご参考にしていただければなと思います。でこのアストラックスの教育が他にはあの存在しない、特別なあの部分というのがいろいろあるんですけど、えー、そういったその えと違いというか、えーなんでしょう、差別化しているところというのをいくつか紹介したいと思います。まず、あのなまあ、最初から言ってるんですけど、サイエンス教育じゃないということですね、あるいはその、えっと、既存の、えー、サイエンススクールだとか、科学館とか、博物館とか、まあ、そういったところで学ぶような、えー、教育とは全然違う、海外の民間の宇宙開発、最先端の宇宙開発を基本的に題材にしています。 それから大人も子どもも同時に学べる、もうそれ子どもも年代もごちゃ混ぜでもいいと思っています、えー。つまり年齢で分けるのではなく、そのレベルに合う、えー、人だった、能力を持っていれば、あるいは持ってなくてもいいです。もう興味があれば誰でも、えー、参加できるようにしたいなと思っています。それからやり方も、まあ、毎度毎度試行錯誤しながらなんですけど、えー、常に進化しながらいろんな手段を使って教えていきたいなと。 でえー、ただ教えるだけじゃなくて、体験もしてもらって、えー、交流もしてもらって、えー、みんなが主役になれる、一人一人が主役になれるような教育にしていきたいな、それから、ですねあのうちにはこの宇宙船の運用管制センターというのと、宇宙船のシミュレーターというのがあります、えー、こんなやつですね、ここが、今僕がいるところがこの管制センターですけど、その管制センターの設備、それから、えー、こういった宇宙船シミュレーター、こういったものも使いながら、えー、と教育が、えー、できる。 とといいうことを、えー、が、えー、非常に売りだと思います。それから国際会議とかに子どもでも大人でもみんなが参加できる、えー、で国際論文書けるということももう手取り足取りいろいろ教えて、えー、普通そんなことやったことない人でも、えー、できるようにしちゃう。 それから国連の会議にも参加できるようなこんな教育やってるところってまずないですからね。はい、それから、えー、無重力の飛行機を使った無重力体験っていうのもアストラクサやってるんですけど、えー、10歳以上であればそれにも参加できるので、まあ、無重力のそういう飛行機を使ったような教育っていうのも、えー、今後増やしていきたいなということで、えーまあ、こんな教育をやる教育機関っていうのはまあ 本当世の中にないので、えー、アスラックスだけじゃないかなと思いますね。えー、これはその国際会議で論文発表しているところなんですが、たとえ,ー、例えここ子どもでも参加することができます。発表もすることができます。えー、それから、えー、と国連の会議にも、えー、参加することができる。と、はいうような感じで、いろんな今、 あの紹介をしてきましたけど、えー、これはですね、その僕らが今やっている教育を、まあ、レベル分けしてみると、こういった10段階ぐらいに分かれるかなと、ただ、まあ、さっきも言った通りそのえっ、ー、り、レベルっていうのは、その何て言うんでしょうね、あの必要に応じて、えーまあ、組み替えることもできるし、年も関係なく、えー、必要に応じてこうやっていけばいいと思うんですね。自分たたたちが、えー、研究しししいいい勉強とうことに対して、えー、こう必要なものを 取っていくというような、えー、形で、いろんなあのー、形の教育の仕方をやっていきたいなと思ってます。それから最後になるんですけども、これら今までずっと直接1対1一対一とか1対多数で、えー、僕が先生になって目の前でこう教えたり、うんえー、してきたんですけど、えー、これからはですね、あのもっとたくさんの人たちにこの授業を受けてもらいたい。 そのためにですねあのオンライン化をして、えー、世界中の人たちに同時に、えー、参加してもらえるように進化していきたいなというふうに思っています。はいということで、えっと、僕からの説明はこれで終わりになります。